月21日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。まずは注目したい事柄です。ロシア軍がついにヘルソンからの撤退を開始した可能性があります。今ご覧いただいている写真は Google マップの写真地図に衛星写真で捉えたロシア軍の端け船の画像を重ねたものです。地形で位置がわかるようにしております。右上に映っているのがカホフカ橋ですので、カホフカ橋の下流の中州を突き抜ける運河付近の画像となります。この写真を見てわかる通り、ドニエプル川の西岸、写真だと上から東岸、写真下の方向に向かう橋け船には装備が満載ですが、その逆、東岸から西岸に向かう橋け船は空荷です。どうも西岸から東岸への装備と人の一方的な移動が始まっており、これはロシア軍の撤退を意味する可能性が高いと分析している人が多いです。一部の部隊だけを引き上げるなら物資が不足している西岸に何か運ぶでしょう。西から東への一方的な輸送が事実であれば、完全撤退の始まりである可能性が高いです。この一方的な輸送の動きは10月の初旬から始まっているとラジオフリーヨーロッパ、ラジオリバティが主張しているようです。ウクライナ参謀本部ではベラルーシで続くロシア軍の装備とロシア兵の移動について記者会見で次のように発表しています。ベラルーシ領土からの新たな攻撃の脅威が高まっていると考えているが、今回の攻撃の方向性は異なる可能性があり、ベラルーシとウクライナの国境の西部を標的にしている。地図でいうところのこの付近だと思われます。連日ロシア本土からロシア軍部隊が到着しており、極東の部隊もベラルーシに送られているのが確認されています。ベラルーシとロシアは10月15日に合同軍を結成しており、この合同軍にはベラルーシから7万人、ロシアから1万5千人が派遣されています。これらの合同軍がウクライナとの国境を越えて侵攻してくる可能性は今のところ高くないと思われますが、ウクライナ軍ももしもの時に備えて部隊を配置する必要があります。バフムト方面とドネツク市方面でロシアが攻勢に出ており、ベラルーシに部隊が集結している状況で、ウクライナ軍は部隊の再配置を行わざるを得ず、そのため東部での反撃速度が落ちたものと思われます。これはロシアの目論み通りだと思います。ロシア軍はこの間に東部のスバトボ、クレミンナ方面に動員した補充兵を送り込んで戦地で訓練を行っているようです。プーチン大統領は20日に占領しているウクライナの4州、ルハンシク州、ドネツク州、ザボリージャ州、ヘルソン州に戒厳令を布告しました。ロシアはこの4州を併合したと主張していますので、ロシアとしてはロシア国内の4州に戒厳令を布告したということになります。ロシアの戒厳令は侵略または侵略される脅威が生じた場合に発動されると規定されており、今回の戒厳令の発令によりウクライナに侵略されているという主張に持っていくための布石です。今後はロシア国民や占領地での動員、財産の接収、外出禁止、検閲などが行えるようになり、特別軍事作戦から戦時体制に移行して戦局を挽回したいのだと思われます。今後どういう動きをしてくるのでしょう。ロシアは新たな段階に移行したと見た方が良さそうです。それでは各地域別の戦況です。
オスキル川クピャンスク方面。この方面では両軍とも地上部隊に関する動きは報告されていません。オスキル川ボロバ方面。ウクライナ軍はスバトボ周辺での砲撃を続けつつ、じわじわとスバトボに向かって進んでいると思われますが、ウクライナ軍は一部で部隊の再配置などを進めている可能性が高く、積極的な攻撃行動には出ていません。新たに解放された拠点の情報は入っておらず、戦況図に変更はありません。クレミンナ方面。ロシア軍とウクライナ軍はクレミンナとその北側の前線一帯で戦闘を行った可能性が高いと思われますが、具体的な戦闘についてウクライナ軍参謀本部は発表しておらず、ウクライナ軍参謀本部が発表しないということは、ウクライナ側から攻撃を仕掛けている可能性が高いです。東部リシチャンスク方面。ロシア軍は1日おいて再びビロホリフカの方向に攻撃を仕掛けてきました。この攻撃はビロホリフカに到達する前にウクライナ軍により撃退されています。東部バクムット、アルチェモスク方面。この方面での戦闘がかなり激しくなってきています。ロシア軍は動員した予備役の兵士をはじめ増員を進めつつ攻撃を強化しています。ソルダー、バクムツク、バクムットなどの市街地に対する無差別砲撃も強化されており、バクムット市街では崩壊して瓦礫となる建物が急増しています。ソルダー市での戦いは日々激化しており、毎日激しい市街戦が市内で行われています。ウクライナ軍の守備隊は地の利を生かしてよく防戦しており、ロシア軍の攻撃を毎日撃退しています。ロシア軍は今のところ大した工夫もなく正面攻撃を続けて戦力を消耗していますが、大量の予備役動員で兵士の数自体は増えているので、今後どうなるのか心配な状況ではあります。ソルダー市街の戦いは現在も続いています。バクムツクでも激しい市街戦が行われていますが、こちらは20日の時点で一旦ロシア軍を撃退することに成功したようです。おそらく21日にはまたロシア軍は体制を立て直して攻撃を行ってくると思われます。20日のバクムット東側での戦闘は交差点付近、そしてその南側の攻撃軸ともに撃退されました。ウクライナ軍守備隊は陣地を守り抜き、ロシア軍地上部隊は大きな損害を出して後方の自軍陣地に下がりました。岩の原戸、オプトネでの戦闘は続いていますが、こちらはウクライナ軍もかなり厳しい状況となりつつあります。ロシア軍は兵力を増やして攻撃を続行中です。ロシア軍は20日に初めてザイツェベの西にあるクリシチーエフカに対して攻撃を行っています。この攻撃は撃退されましたが、ロシア軍は主要道 T05135 線を越えて大きく西に前進しようとしており、主要道近くのウクライナ軍陣地は突破された可能性が高いです。オドラディウカ、クリュミフカ、マヨルスクに対する攻撃は20日は報告されませんでした。オドラディウカの北側も
ロシア軍に占領された可能性が高く、オドラディウカは北、東、南と三方をロシア軍に占領された状態となっていますので、もしウクライナ軍が残っているのであれば、非常に不利な状況です。ここは撤退した方が良い気がしますが、もう撤退した可能性もあります。ただ現時点で、オドラディウカの状況はわからないので、戦況図に変更は入れません。東部ドネツク市方面北側。ロシア軍は20日に、アウディーウカの北にあるクラスノホリフカに対して、東の方向から地上部隊による攻撃を行っていますが、この攻撃は、ウクライナ軍の守備隊により、クラスノホリフカ市街の手前の陣地で阻止され、失敗に終わっています。ロシア軍は、アウディーウカの南にあるオプトネに対して20日も攻撃を行ってきています。この地域に対する攻撃は2日連続となります。攻撃は20日も成功せず、ウクライナ軍によって撃退されています。プレボマイスクとその周辺での戦闘は継続しており、ロシア軍は部隊を増やして攻撃を続行中です。どうやらウクライナ軍も増援を送った模様ですが、詳細については不明です。今も激戦が続いています。ロシア軍はプレボマイスクの攻撃を援護するためか、ネベルスクに対しても20日は攻撃を行っていますが、ネベルスクに対する攻撃はウクライナ軍の守備隊により撃退されています。ロシア軍はこのドネツク市北側の地域で攻撃を強化しており、わずかではありますが、10月に入って前進しています。東部ドネツク市方面南側。ロシア軍は19日に引き続き、マリンカとその南側で西の方向に前進しようと、地上部隊による攻撃を行っています。20日の攻撃も成功せず、ウクライナ軍によってロシア軍の攻撃は阻止され、撃退されています。ロシア軍は主要道 T05-32 号線を越えて西に進むことができていません。ロシア軍はノボミハイリフカに対しても地上部隊による攻撃を行いましたが、この攻撃もウクライナ軍守備隊により撃退されています。10月に入ってドネツク市北側では少し前進できていますが、このドネツク市南側では全く前進できていません。南部ザボリージャ方面。ザボリージャ方面では両軍の砲撃戦が激化していますが、ロシア軍はドローンによる空爆も一部で実施しています。ロシアが使用するイラン製のドローンについては多くが撃墜されており、ザボリージャ、ヘルソンの2州で20日だけで14機を撃墜したとウクライナ軍は発表しています。ウクライナ軍はロシア軍の前線の陣地や部隊に砲撃を加えつつ、後方のロシア軍駐屯地や集結地などをハイマースで砲撃しており、ウクライナ軍の発表では20日、この地域だけで150名のロシア兵と15両の車両をハイマースの砲撃で破壊したと発表しています。地上部隊による攻撃は双方の軍とも行っていません。南部ヘルソン州方面ヘルソン市付近。衛星写真の分析によると、ロシア軍はカホフカ水力発電所のダムであるカホフカ橋に地雷等の爆発物を設置し始めた模様です。ISW 戦争研究所では、ロシア軍の偽旗作戦であるとの見解を出しています。つまりロシア軍が西岸から撤退した後に、
カホフカ水力発電所のダムを破壊してウクライナ軍がやったと主張するための準備ということです。近藤は偽旗作戦のための準備というよりは撤退後のウクライナ軍の反撃を防ぐためと思われ、仮に爆破してウクライナ軍の仕業と主張したとしても目的はウクライナ軍の反撃を防ぐことであり、偽旗作戦の準備というのはどうもしっくりこないです。ただこのダムを破壊する可能性は低いと思います。なぜならカホフカダムによって成り立っている貯水池の水がなくなればロシア軍占領地でも水不足が発生する可能性がありますし、ロシア軍占領地も洪水で被害を受けるからです。よって爆発物を仕掛けてウクライナ軍の反撃に使いにくいようにしているというのが正しい気がします。ウクライナ軍参謀本部はキセリフカの北西にあるブラホドトネ付近で戦術的位置を改善したと発表しています。それ以上の詳しいことは報告していませんが、戦術的位置を改善したということは何らかの戦闘行動でより有利な位置を獲得したと考えた方がよく、この近辺でロシア軍の陣地を攻撃し戦闘を行った可能性が高いです。またウクライナ軍参謀本部はヘルソン州のドニエプル川西岸に配備されているロシア軍の兵力を最大で45個戦術大隊と主張しています。これは兵力にすると2万から2万5千名弱となり、従来の予測と変わっていません。ロシア軍はヘルソン市から様々なものを持ち出し始めており、撤退の準備を進めているものと思われます。南部ヘルソン州方面中部、ロシア国防省はウクライナ軍がムイロベの北西にあるスハノバ周辺のロシア軍陣地に侵入したことを認め、これを撃退したと発表しています。撃退したかどうかは不明ですが、この付近にウクライナ軍が進出しているのは間違いないようです。戦況図を変更しています。またロシア軍はピャトハートキーを攻撃したと発表しており、これが事実であればウクライナ軍がピャトハートキーを支配していることになります。ただしウクライナ軍参謀本部の報告ではピャトハートキーに対するロシア軍の攻撃は報告されていません。ウクライナ軍南部軍司令部は19日にウクライナ軍のハイマースがノバカホフカの対岸にあるベリスラフ周辺のロシア軍弾薬庫2カ所を砲撃し破壊したと発表しています。ロシア軍は撤退時にシンガリの部隊がこもるベリスラフ周辺に弾薬を集めており、それをウクライナ軍が発見して攻撃したようです。ロシア軍のヘルソン州西岸からの撤退は近いと思われます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。